千代ばあ様の冥福を祈り、黙祷。姉ちゃん、戻ってきたでよ。少しでも早く帰りたいというわけだな。まあ、そんなところで。連絡しなくていいのか。直接火影様に報告しますよ。少し気になることもあるんでね。あれが千代婆様の墓だ。